や、行くとしよう。行くとしよう。あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね。はあ、壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよエレン。これから俺たちは団長考案の小距離索敵陣形を取る。分かってると思うが、先方の兵が索敵伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし行動が予想できない機構種に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。長距離索敵陣形展開。じゃあなアルミ、巨人と出くわしてもちびんなよ。うん、みんなもね。陣形を保持しつつ目標地点を目指す。巨人はどこにいるかわからん。慎重に進め。新兵しっかりついてこいよ。ビビって遅れるんじゃねえぞ。片付ける。ふっ、ふっ、ふっ、討伐しといた方が良さそうだ。新兵やるぞ。やっ、落ちた。くらえ。急いで立ててくれ。よし、討伐完了だ。先に進むぞ。新兵、俺たちからあまり離れるな。一人で無茶はするなよ。やっ、当てた。やっ、もう一つ。次だ。拠点を作ってくれ。続けて鉢合わせるとはついてねえ。
敵の取りこぼしか。幸い数は少ないようだな。他にも巨人が隠れてるかもしれねえ。注意しろよ。拠点はここだ。始末する。くそ、なんでこんなに巨人が出るんだ。よっ、すまない、助かった。数も多くなってきてるぜ。ったく、索敵班は何やってんだよ。巨人に出くわすとは、何か起こっているのか。まさか索敵が機能してねえのか。見ろ、縁談だ。すでに陣形が乱されているらしい。新兵、他の班に口頭伝達を頼めるか。他の班を見つけたらそのまま合流しろ。これを持っていけ。絶対に死ぬなよ。倒す。辺りは巨人が多いね。もっと数を減らしておかないとまずそうだ。私たちは後続の班と合流して移動する。君も気をつけて進め。無茶はするなよ。行く。落ちた。次だ。
片付ける。毛が乱れちまってるようだな。どうぞ。悪いな、新兵。しかし巨人が多すぎるぜ。もっと討伐しといた方が良さそうだな。俺たちは後続の班に合流する。お前も無茶すんじゃねえぞ。行く。くらえ。倒す。お前。センスがいいな。倒す。巨人が出てくるなんてな、座学で聞いてた話と違うんじゃねえか。愚痴は後だ。まずはここを切り抜けるぞ。いやー、くらえ。お前なんでここに。マイ、手を貸してくれ。次だ。助かったぜ。陣形の中でこの状況は異常だろう。もっと周囲の情報が欲しいところだが。おい、連弾が上がったぞ。あっちにはアルミンの班がいるはずだ。よし、連弾の方へ行ってみるぞ。火星が必要かもしれん。片付ける。助けが必要だな。ライダー頼む。倒す。行ってくれ。ルスマン、こっちを手伝ってくれるか。よっ、当てた。ライダー、ガン、上がった。
また巨人が現れたらこいつが役に立つかもしれんな。我々は後続の班が来たら一緒に移動する。君は先に行ってくれ。片付ける。ライダー頼む。ラン次だ。神兵、いいところに来た。加勢してくれるか。もう一度落ちた。やろ、ライダー任せたか。当てた。やろ、助かったよ。巨人が予想以上に多くてね。こいつで様子を見ておくことにするよ。急いで立ててくれ。私たちのことは心配無用だ。後続の班が来たら合流するからさ。苦戦してんのか。まずいな。右翼側から上がったのか。あいつが来た方向からだ。まさか
あいつが巨人を率いてきたのか。なんであんなところに巨人がいるんだよ。飛行士か。いや違うんだ、あいつは巨人の体をまとった人間、エレンと同じことができる人間だ。始末する。ライダー了解だ。よし、あのいい血した巨人が人間だと、どういうことだ。あいつは人を殺すために殺す。フーだけど他の巨人とは本質が違うんだ。超大型巨人や鎧の巨人が現れた時、大勢の巨人を引き連れてきたのもきっとあいつだ。あいつの目的は一貫して人類への攻撃。誰かを探してるのかも。もしかしてエレン。エレンだ。だがエレンならあいつが来た右翼側にいるはずだろう。僕の企画紙には右翼前方と書かれていたけど、そんな前線に置かれるわけはない。じゃあエレンはどこにいるってんだ。この陣形の一番安全なところにいるはず。だとしたら中央の後方あたりかな。そんな複雑な話、口頭伝達じゃねえと無理だ。それより俺たちで奴を足止めした方がいい。じゃあ後だ。されれば陣形は崩壊して全滅だ。俺たちで奴の気を引いて時間を稼ぐしかねえ。片付ける。少しでも長く時間を稼ぐぞ。ただし無理はするなよ。あいつには本当に知性がある。みんな気をつけて。先輩方が巨人を食い止めてくれてるぞ。よし、俺たちはあの知性を持った巨人の足止めに徹するぞ。この野郎、刃をぶち込まれてえか。よっ、食らえ。ダン。動きが鈍くなったぞ。
時間稼ぎは十分だ。急いで離れるぞ。中央後方、もしかしてエレンがいる方へ。